宮崎駿こそ痛みについて何も考えてない作家だというふうに言えるわけだよね一度怒りだした宮崎駿は理屈が通じないからしょうがないから黙ってるだけで「平明じじい」。<laughs> <laughs> えー、宮崎駿ドワンゴ川上論争っていう <laughs>。まあ今のこのタイミングで宮崎さんの話をするのは <laughs> 悪いけれども <laughs>。先週の NHK スペシャル、まあ見た人も多いと思うけども、ドワンゴの川上さんが宮崎駿に、まあまあリクエストあったのかどうか知らないけど、人工知能が、えー、作画した映像っていうのを持ってきたんだよね。ど、どんな映像かっていうと、 まあ、人工知能にアニメ作らせたらこういうふうになりましたと、人工知能には通学っていうのもないし、あと頭が大事っていうのもないので、例えばそのゾンビとかを描かせたとしたら人間が頭を使ってこういうふうにしゃくるように歩きましたよね。でそれを見て宮崎さんが、 こう生命に対する侮辱だというふうに怒ったと。まあ、セリフとしては、これを作る人たちは痛みとかそういうものについて何も考えないでやってるでしょう。極めて不愉快ですよね。と極めて何か生命に対する侮辱を感じますというふうに言ったと。でも僕それ見て、まあ、前回の放送見てくれた人はってると思うけど、大笑いして、うわー、最高最高って言ったんだけども、<laughs> なんか、あのー、川上さんが見せたのはね、宮崎のような倫理観とか一般的な常識のそういうものが一切含まれてない AI に純粋に実アニメさせたらどういうふうになるのかという実験を持ってき,持ってきただけと。それに対して、あの、宮崎さんは上から目線でも一刀両断しちゃったわけだよね。でも、宮崎駿の引退作、風立ちんってどういう話かっていうと、まあ、ゼロ戦を書いた話、ゼロ戦がどうやって生まれたのか。で、ゼロ戦を書いた人間の美しい人生を書いたんだけども、ゼロ戦って何かっていうとさ、中国の重慶爆撃に使われた。で、そこで2万人とも5万人とも言われるあの死者を出した。 戦闘機なわけだよ。 で、第二体戦の戦略爆撃。つまり、無制限に、無差別に人を殺すっていうのは、スペインのゲルニカに対するドイツの爆撃。で、あと、重慶に対する中国の爆撃。広島に対するアメリカの爆撃と。この三つが戦争犯罪と言われてる <laughs> ようなもんで、なんか宮崎さんって、なんだかんだ言っても、なんかそれを美しいものを作りたかったの理屈で丸め込んでるけどさ、それこそ生命に対する侮辱であり、宮崎はようこそ痛みについて何も考えてない作家だというふうに、 言えるわけだよね。中、中国の重慶、だって重慶の人口の80%が死んじゃったわけだから、そこに住んでた人とかさ、そこが人が家族にして、いる人から見てみたら、そんな視点で宮崎駿にゼロ戦の映画作られたら、宮崎駿だから面白いから許すしかないけども、そいつが生命に対する冒涜って言い出した瞬間に、ちょっと待てよって言いたくなるじゃん。で、 で、おまけに川上さんが作った映像っていうのはマジの、マジで本当に実験だけども、宮崎駿が書いた堀越二郎っていうのは本当に人を殺すせん時作ってるわけだからさ。<laughs> なんか、あの言い合いに関しては僕が見てる限り川上さんの言い分は100%正しくて、宮崎駿が言ってることは100%間違ってんだよ。じゃあなんであそこで川上さんはあんな凹まされたような、なんかこう、むくれたような、言い負けたような顔してるのか。 それは当たり前だよね。立場が弱いからに決まってんじゃん。宮崎駿はあそこで怒らしちゃいけないし、一度怒り出した宮崎駿は理屈が通じないから、しょうがないから黙ってるだけで、そういうなんだろうな、あのドキュメンタリーの面白さっていうのはさ、そういう理不尽を言う老人、宮崎駿、面白がるというか、反論できない力関係や雰囲気で相手の意見を圧殺する嫌な人間、宮崎駿の非人間的な一面っていうのが面白い見どころなわけで。 で、だからこそ宮崎駿っていうのはその両面があるから面白いのに、もう本当にゼロ戦の堀越二郎と同じだよね。美しいものを作れるんだけど内面どないなってんやという人間なのか。でもネットの感想では、なんかこう感動したとかスッとしたっていうね、そういう声が続出してて、まあネットっていうのはそういう場所だから仕方がないとも言えるんだけども。じゃあ宮崎駿はそんな100%間違ったことを言うからダメなのかっていうと、 まあそういうわけじゃないと。宮崎駿は映画屋だから面白い映画を作れれば、作ればそれでいいんだ。それまで、そこまでのプロセスについてどんなに間違ってても正しくてもそれは関係ないと。えっ、ー、とね、具体例で言うと俺あの昔知り合いであの高田馬場のちっちゃい店のラーメン屋がいたんだけどそ、そのラーメン屋さんが神様の水でスープを取ってたんだよね。 スープ作るときに、結構ね、美味しいラーメンでちゃんと大繁盛してたんだよ。でも、神様の水って本人は呼んでて、その神様からもらった水でスープ作ってる。で、その神様の水を、多分ね、もう,もう多分ねじゃなくて絶対騙されてんだけどさ、<laughs> 騙されてそれをもらってるときは特注の真っ白なサムエて、ありがたく受け取ってたんだけどもさ。<laughs> <laughs> で、でも、彼はそれを神様の水だと思い込んでたから、めちゃくちゃ丁寧に悪取ったりしてたので、 すごくいいスープができたんだよ。なので、結果的にすごく美味しいラーメンができてた。で、弟子もいっぱいいたんだけど、その弟子に対して、他のラーメン屋の作ってる水は汚いと。もっと綺麗な水を使え。綺麗な水っていうのは何かというと、澄んだ水とか、なんだろう、あの、バイキンが入ってない水ということではなくて、霊的に正しい水を使えというふうに説教してたんだけど、<laughs> もうね、完全に間違ってんだよ。でも、 人間として、それを弟子に強要するんで、人間としては間違ってんだけども、でもラーメン屋としては完全に、なんだろうな、正しいんだよね。だって繁盛してるし美味しいんだから、動機がどうあれ、丁寧に白を取って、それでスープ作ってんだからさ、美味しい味はちゃんと出てるんだよ。で、でも弟子としたら災なんだよね。弟子としたら、その店に入って美味しいラーメンだ、どんなスープ作ってるんだって、出汁に入ったらいきなりスピリチュアルなことを言われて、 まあ僕が見てるだけでもすごい理不尽な修行をさせられて、やられてるんだけどさ、反論も許されないんだね。力関係があるから。で、宮崎駿はもう同じく、近くにいる人は災難だよ。だっていきなりあんな風に怒鳴られて、あんな風に理不尽な言い方されても反論できないんだもん。だって相手宮崎駿だから。で、ああなっちゃったら人の言うこと聞かないから。で、彼の思いつきで、 避難されたり、全人格を否定されるわけだよね。こんなこと、こんなことする人間は僕は全然信用できません <laughs> って言うんだけどさ。お前、本当に。でも、映画が面白いからそれでいいと。で、むしろ、ね、あの番組を見て、ドキュメンタリーを見て、さすが宮崎駿さすがええ人やと。人の痛みがわかる人やと思っちゃう純粋な人の方が俺ちょっと心配なんだけども。心配は心配なんだけどさ。そういう人は絶対に、 友達にしたらすごくいい人なので、まああんまり悪口とかを言いたくないし言わない方がいいと思うんだけども、もし感動しちゃった人が、あの、ニコ生この番組見てくれたら、ちょっとだけ反省してください。<laughs> 反省っていうんだけど、<laughs> 俺ちょっと素直すぎるとか、NHK の演出に騙されたよとかって思ってくれれば。<laughs> えー、宮崎駿監督がジブリ美術館用の短編として CG アニメを制作中とのことです。てめえジジイ <laughs> 裏切りやがって。<laughs> なるほどな CG アニメ制作中なああの理由としては CG でアニメを作ろうと思うっていうよりは多分ねジブリ解散しちゃったっていうのが理由だと思うよ。つまり今ね業界ではあのこの4月以降ジブリの生きのいい性能の いいアニメーターがいろんなスタジオに行っててみんながキャッホーってこう言ってるところもあるんで、ただし、ただし、あの、慣れないことをさせてもしょうがないって。あの、昔、不思議の海、不思議の海のナディアってアニメ作ってた時、 あったんだけども、ジブリに作画を頼んでも別にいいものが上がってくるとは限らないんだよ。やっぱりそれぞれのスタジオによって向いてるもの、向いてないものがあるからさ、そのスタジオに向いてないものをやってもしょうがない。で、ジブリのアニメっていうのは当たり前だけど、ジブリっぽい作画、ジブリっぽい動きにはすごく向いてるんだけども、そこにね、あの、なんだろうな、あの一連の、あの、グレン・ラガンとかさ、あの手のアニメの作画を発注しても割と普通のものしか上がってこない。 ケレンメっていうふうにコメントしてたけどその通りケレンメ強いやつを出してもあまりしょうがないんだよ。出会ってももうあの主力の舞台が全部解散しちゃってさでよそでアニメやってるって。でももちろんその中に細田さんのところ行った人もいるだろうしあとはその,あの宮崎の,あの息子の方に行った、えー 人たちもいるだろうけどもそうなってくると少人数で宮崎さんの思った作品を作らなきゃいけないっていうふうになってくるとなんかこう CG やむなしっていう感じになるのはわかるな。